今日10月22日なんですね。早いな、もう11月。じゃあ始めていきたいと思います。今日は10月22日でありますので、衣装の1回目ということをね、少しやっていこうかなと思ってるんですけどね。衣装結構難しいじゃないですか、割とね。まあ、それ含めて少し見ていって、衣装そうだね、2回ぐらいやろうかな、ないしは3回ぐらいやろうかなと思うんですね。衣装をやった後に次、商標というね、単元で少し見ていこうかなと思うんですけどね。持ってきてますよね、いろんなもの、何でもいいんですけど、まあ、条文でもいいし、あるいはクレスレブ何でもいいしね、まあ、これ構わないんですけども、少しやっていきましょうかね。さて、じゃあまず衣装のところなんですけども、クレストを見ると衣装の、第1条っていうところが多分ありますよね。第1条というところがありましたね。そこから少し、聞きながら、やっていこうかなと思うんですけどね。第1条というところですね。論文でも結構この辺って聞いてくるでしょ。衣装の、目的とかね、衣装ってなぜあるのかっていうところです。クレストだったらここですよね。法目的っていうところね、ここに当たるんですけども、いろんな見解があるでしょうってことになってるわけ。衣装を保護することによってなぜ産業の審判ってに寄与するんでしょうかっていうところからね、まずこの大まかなところからやっていきましょうかね。そして衣装とは一体何でしょうかっていうところで論点結構あったでしょう、覚えてるかなっていうところだと思うんだけども、まずどんな見解があって産業の発達に寄与するってことを言ってるんでしょうかね。言えます、それぞれいろんな見解があるでしょう。創作説とか物品混同説だったりとか、ないしは需要説っていう見解があったりしますよね。でこれぞれの問題点って言っていただけますか。達成の理由とあと問題点っていうのがあって、どうするんですかっていうのを少し聞きたいんですけども、どうでしょうかね。まず衣装のこれ目的というか産業の発達との関係ですよね。どんな見解があるんですかね。なんとか説なんとか説ってあるでしょ。どんな説があるの。一つは創作説、まあ、衣装は創作だって一条に書いてあるもんね、まあ、これはそうだね。じゃあ衣装の創作説を取るとなぜ産業の審判点に貢献するっていう言い方につながってくるんでしょうかっていうところですね。これどうしてですかね。衣装は創作なんでしょ。衣装は創作だってご老後することによって産業の審判点に寄与するっていうことをするんだけども、なぜそういうことになるんでしょうかね。これ難しいんでしょ、なかなかね。新しい衣装ってすが極めて機能的にも優れてるっていう言い方もする人もいるけども、通常そういう場合ばっかしではないってことも当然なるからね、なかなか難しいんだぞってことになるわけです。でこの一方で両極端にあるのが物品混同説っていう見解ですね。で物品混同説を取るとなぜ産業の審判点に寄与するってことになるんでしょうかね、まあ、これは分かりやすいかな。どっちかというとこれなぜですかね。でさらにこれ問題点もあるんでしょ、実際上ね。でまず衣装権と同一類人について独占排他権があるわけでしょ。で見た目っていうところがありますんで、パッと見て模倣って始まってしまうんだよね。で安かろう悪かろうってものが世の中に出回るわけですよ。で競技用紙を破壊されてしまうってことになるわけね。しかし衣装権を与えて独占権を持ってるならば正常するってことになるんで、社会関係をうまく回っていくってことになるんでしょ。まあ、産業の振興がうまく回っていく、まあ、商標に近いとか性競争防止に近いっていう見解ですよね。でこの見解一応、まあ、説明としてはうまく産業の審判点に寄与っていうところは言えるのかもしれません。しかし問題点って一体何ですかってことだよね。これ問題点一体何でしょうね。いろんなところあるでしょう、物品混同説って。確かに産業の審判点との関係はなんとなく説明はつくと思うんですよ。だけど問題点ってありませんかと言ったら何が問題点ですか。一つは登録要件との関係ですね。新規性とかね、三条履行ってなぜ物品混同説の場合っているのかなっていうと分かりがたいですよね、どう見てもね。あるいはそこだけ目的とするんだったら不正競争防止だったりとか商標で足りちゃうってことを言ったりするからね。とりあえずこれは副次的にはあるかもしれないけども絶対条件ではないってことになるわけでしょ。で副次的にはこれ用意してるでしょ。5条2号っていうところでちゃんと見ていたりするもんね。
52号ね、まあ、出処混同生じるようなものについては設定努力にならないって言ったりするので、まあ、これは一応満たしていることは確かなんだけども、副次的ってことは確かでしょうね、うん、全面的なものではないと言ったらそうかもしれません。で、通常だったらどういうことを言うんでしょうかね。受験通説です。受験通説でもそれも少し問題があるんではないっていうのは最近の答案っていうかね、考え方なんでしょってことになりそうだけどね。受験通説は何でしたっけ。腸の見解でもいいんですけども、どんなことを言うんでしたっけ。腸は重要プラス創作説ですよ。常説プラス創作説ですよ、うん、斬新な衣装については、で斬新な衣装っていう話になるならば、新規政党があって創作要請があるならば、より斬新ってことは近いってことになりそうだね。これって購買機をジャッキしやすいんだね。で、購買機をジャッキすることによって物が量産されて、これによって産業界って進歩発展するんだぞって言うんでしょ。これ分かりやすいんですけども、果たしてこれは今妥当ですかと言ったらどうでしょうかね。妥当ですかね。多分これは効いてくるのかなと思いますよ。今年聞いた問題と近いけどね。この需要説って今でも取れるんでしょうかと言ったらどうでしょうかね。需要説取れない、取れる、あれ喋んないとさ、あれだよ、あの口述試験の時ってさ、喋んないともう終わっちゃうよ。10分であっという間に。それもさ、論文式試験と違って、論文式試験でも1対1だから、問題言っても来たものについて答えるだけだからね。でそうじゃないから、口述ってこう聞いたらこうですねって、そのやり取りがうまくいくかっていうところもあるでしょ。組み合わせだから、その1対1の問題ではないんですね、口述って本当はね。だから難しいんじゃないのかなって思ったりするんですけどね、うん、じゃあどうなんでしょうね。需要説って、あの物品の衣装だったらまあ言えなくはないかもしれないね、衣装って。でも建築物とか画像って話になると、量産性、工業上量産含めてそうなんですけども、それって本当に妥当かと言われちゃうとなかなかねってことがありそうだよね。あと生産業だったら需要説ってあるかもしれませんよ。でも業界って今生産業だけでは当然ないでしょ。特許もそうだね。昔は生産業中心だったのでって言いますね。だから定義もああいう形になったんだって言わないですか。自然法則を利用したって言われてくるものは生産業絶対必須なわけですよ。でもそこだけではないんでしょ。サービス産業であったりとか、いろんな業界が今入ってるもんね。でその場について、物がたくさん売れてってことは果たして妥当なのでしょうかって言われちゃうと、物品の衣装だって懐疑的ですよ。でその一方で、さらに建築物内装って話になると、本当にそうかなって言われちゃうと不確かってことになるんじゃないですかね。まあ、そうなると無助言的にはそれでいいのかもしれないけども、本当は違ってくるんではないっていうところが聞かれてくるのかもね、まあ、これ難しいと思うんですけどね。ご自分の見解をってなると思うんですよ。でこれが多分一条これ問題点ってことになると思ってるのね。じゃあ衣装といったらどんなものが要件としてあるんでしょうかっていうところです。衣装の要件ですね。これ言えます。まあ、これ担当の知見なんで言えそうな感じがするんだけど、この要件を満たせなかったら、三条一項柱に基づいて拒絶かつ無効理由でしょ。衣装を構成しないってことになるからね。じゃあどういう要件を満たさないと衣装を構成しないってことになるんでしょうか。衣装を構成しないってことになりますかね。うん、物品統制ね。あと、まあ、形態性、まあ、今形状統制、形態性か、形態性ですから、視覚性と美観性、まあこれ全てね共通ですね。でもこれだけではないっていうのがあったよね。こんなに部分章ね。で部分章は何でしたっけ。他のまだ要件があったよね、うん、一定の範囲を占める部位であることってことを言いますね、まあ、そうじゃないともう特定もできないしってことになりますんで、これは衣装を構成しないってことになるわけね、まあ、通常だったら物形主義だね。まあ、これがあればってことになるんですけども、部分書の場合さらにっていうところでプラスになるんだってことになりそうだよね。どこは。じゃあ衣装の問題っていうのはいくつかあるわけでしょ。まずそうだな、物品統制についてはそうですね、あの物品の形状等と言ってるんだけど、特に形態性ですね。あそこのところでいくつかこれ問題点だったのはパーッと言えます。論点、
こんなことがあったぞってあるかと思うんですよ。形状携帯性のところね、何かありましたっけ、販売時の形状等ね、これってどこ対象となるんでしょうかというところです。これ昔はならないんでしょ。通常だったら使用時の形状等を持って通常の形状等って言ったりするんだよね。でも販売時の形状ってなる場合とならない場合ってあるわけですよ。なる場合ってどんな場合ですか。なる場合、一定の形状、一定の時間維持ができないといけないってことね。昔言う定型線に近いってことになるよね、そうじゃなかったらこれはダメっていうところで一応線引いてるんだってことになりそうだけどね。でまずこれ形状性、形態性のところの一つの問題となるんだよね。それ以外じゃ何かありましたっけ。パッと言っていくつかあるかと思うんですけど、形態性のところの問題ですよ。たくさんあると思うよ。今形状統制ね、形状統制といった場合何があるんですかと。一つはその販売との形状ってあるんだけども、他にパッと浮かぶものありますかね。これとかこれとかこれとかね、あるかと思うんですけど、何でしょうか。あるでしょう。一つは文字の取り扱い。文字ってどういうものですかね。文字って、そうだけど、そもそも文字って昔はこうだったって扱いがあって、原稿少し変わってきたってことがあるんでしょ、ね、いわゆるさ、形態性って何かといったら、物品の表面に表された、線図または線図色分けまたはぼかしを言うって昔は言ったのね。形態って線図色分けまたはぼかしを言うって言ったのね。模様か言ったと思うんですけども、これいわゆる文字って線書きの図形でしょ。だったらこれって形状統制にこれ該当するのかなってことになりそうな一方で、ならないんではないってことがあるわけですよ。でなぜこれそういう問題点があるのかな。線図色分けまたはぼかしってことになりません、文字って。だけど昔は問題があったんだってことがあると思うのね。で今はなくなってこういうことになりましたっていう結論は知ってるんだけど、問題は理屈ですね。そこに行く理屈どうなっていましたっけ。可読性、可読性はそうなんだけども、いいですよ、はい、どうぞ。いや可読性はそうなんだけどさ、可読性はそうなんだけども、文字ね、文字のところについてはさ、そもそもそうね、線字色分けまたはぼかしを言うっていうところだったけども、カップヌードルの事件だったではない。あれ登録になったね最初ね。だけどいや通常のカップと比較するならば、これ部分省略されちゃうので斬新さがないから32項かなんかで無効だよって売れてしまってるんでしょう。でなぜあれ文字を写真したのかなっていうところです。なぜ写真しちゃったのあれ、そもそも X があったでしょ、あれ理由としてさ、ね、その文字から 音が発生するのね、可読性があるならばダメって言い方だよね。可読性があって、商標と衣装これ区別ができなくなってしまうって言うんでしょ。当時カップヌードルの事件ってこれ東京高裁の昭和55年の判決でありますんで、相当これ昔なんだよね。でベニシ人口も多分その時って1万人が絶対いかないですよ。2000人くらいしかいなかったんですよ。だったらこれ余計わからないですよ。で混在しちゃうってことがあったわけでしょ。そこでどんなに装飾的な文字であったとしたって、可読性があるならば省略を行って、衣装の構成じゃないと考えて省略するわけですよ。で通常のね、それを省略したものから比べるならばどうでしょうかというと、全然斬新性がなかったんだってことになるんでしょ。だからこれ無効になってしまったっていう事件だよね、しかしってことね。しかし現在どうなってるんでしたっけ。変わったよね。で問題その理由と、これ判決の変更だったかなっていうところです。今のは新決取消訴訟事件だよ。設定登録になったものがその文字も含めて登録になっていたんだけども、その文字って可読性があるんで写真をしってことをやるわけでしょ。で通常のカップから比べるならば全然斬新性がなかったんで無効とってことになったのね。さてこの場合なんですけどもね、
それがそうなっていたけど、今そうではなくなったっていうことでしょ。なぜそうじゃなくなって、判決等これ変更になったんでしたっけ。ちなみにどうしたっけ、判決の変更はないってことね。でどうだってこういうことになったんでしたっけ。審査基準の変更だね。平成5、6年の審査基準のこれ変更ですよ。なぜ審査基準等は変更になったのでしょうってことね、これを書くというか説明しろってことになりますね。これどうしてでしたっけ。今少なくても、専門家含めて相当ね、知的財産権の普及も広くなってきたと。でそこで衣装と商標分からないという人はあまりいなくなったんだって言いますよね。でさらに文字の果たす役割は極めて増えてしまったんだと言いますね。でしたがって文字についても原則は構成要素になるんだってことになるんでしょ。しかしこういう文字は絶対になりませんというのがあるんだよね。これ何でしたっけ。こういう文字は絶対にならないってやつね。これ情報伝達だけにのみ用いる文字ですね。これは要素にならないってことに変わったのね。審査基準の話であって侵害基準ではないぞって言ったと思うんですね。そこはね、侵害基準も動詞って書くのはあまり良くないのかもしれません。じゃあ自分で考えて書くんなら良いぞと言ったと思うんですよ。そこね。あとじゃあ次、資格性、そうだ、あとねここのところでそうですね、時を少しやったのがあったと思うんだけど、こういうの利用関係になるのかなって言ったのがあるかと思うんですよ。例えば形状のみの衣装、これと形状も様式性の衣装って利用関係になるんでしょうかというところです。これどう、形状のみの衣装と形状も様式性の衣装が両方とも登録になったんだって。登録になったんですよ。ですがにこれ別だとしましょう。でこの場合についてはどうですかってことです。これ利用関係ですかって聞いてるのね。これどう、これも昔は旧試験だったら3つぐらい説を変えて論述するんですよ。で3000字っていう世界だから結構書くわけです。さあどうでしたっけ。これ今日説明したよねしたよねこれ覚えてないの。説明僕したよね今日ね。したよね今日。両方とも登録になったってことからすると美観違うんじゃないっていう感じもする。でもさ、形状のみ、形状のみの衣装って A で、形状も様式性の衣装って A プラスアルファっていうことにもならない。でどうするんだっけっていうところね。である先生はこう言った、ある先生はこう言った、設置私は取りますって書くんでしょ。書くんだったらどうでしたっけ。そうね、斉藤良二先生ね、斉藤先生は利用関係に立ちますっていう見解ね。だから A と A プラスアルファであって利用関係に立つって言い方です。ただこれ問題点ってあるんでしょ。何がこれ問題でしたっけ。批判して書くんですね次。そうね、全て利用たらしになるとそこだけ取ってしまった人は全て侵害って言われかねないからね、よくないと。おそらく言うとこれ恥を取ったってイメージですよ。取っちゃいけないんだっけ、おっしゃって多分ね、全部これ裏返っちゃうもんね。スライドやったら全部裏返っちゃったもんね。これいけないということになってるんでしょ。じゃあよくないっていうことね。じゃあ A と B って A と A プラス A と B って美観が違うからってこれ登録になってるんで、じゃあそれってそうだ、 A と B の関係になってるってことなんで利用全くないっていう人もいるわけですよ。高田先生の純粋説っていう立場ね。でしかしこれも問題があるんでしょ。これ何が問題でしたっけ。形状が A で形状も様式性が A プラスアルファないしはこれ B、 今高田純粋説は B っていう見解ですよ。美観が違うってことね。で何でしたっけ、これやってしまうといけないって言うんですよ。そうね、形状も様式性っていう中で一番のウエイトが高いものは形状なんですね。で色彩なんかこれそもそも創作ではないもん、単なる選択物で、色彩に商標ってあるじゃないですか、単なる選択物なのよ。で模様その次に弱いんですよ。形状めちゃくちゃ強いってことになってるんで、さあどうでしょうかってあるわけでしょ。形状を作った方が一切侵害問えないって話になるとかえってまた問題があるわけですよ。そこで場面相当して分けていきましょうねというのが通説ってことを書くのね、それが高田修正説ってことになるんですけども、さてどんな風にこれ分けていくんでしたっけ。2つの事案があったと思うの今日のところも覚えてる。
2つの理由があったと思うね。覚えてますかね、あのビニール抜き出し模様と、あと湯飲みっていう字あるね。湯飲み、湯飲みはまず形状ができてそこに模様をつけるっていう実体があるっていう場合、これは A プラス A と A プラスアルファの関係に立つんだと持っていくんです。でしかし浮き出し模様ってあるじゃない、ビニールのこのやつ、これそうね、ガシャンとほら型入れちゃった、これ形がパッとできるやつ、これって一緒にパッとできちゃうので、これは B だと言って分けるという立場ね。折衷見解っていうのが多分書くべき見解なんでしょうねっていうところですね。そこはまあそんなことがね確かあったなっていうところですよね。あと視覚性っていうところになるんだけど、視覚性は2つあったっていうところです。問題点ちっちゃい章、ちっちゃい章の問題点は一体何でしょうかと、あのいわゆる化学光学製品等の衣装ってあるじゃない、部品みたいなちっちゃいやつ、あれってそもそも衣装になるんでしょうかって議論はどうしてこれあるの。今視覚性で僕言ったよ、でそこで問題があったってことになるんだけど、何がこれ問題なのでしょうかというところです。ちっちゃい章、小さいから見えない、で視覚性といってのはこれ肉眼でって言うんですよ。肉眼で見れないものについては衣装ではないって人がいるわけね。でこの一方で肉眼通して通常で肉眼通して顕微鏡で見たって肉眼性があるってことになるので、これが恒常的な取引対応であるならば別にいいんではないって人もいたんで争ったのだっていうことになりそうだね。そこはで通常そういう状況で見てることがあるならば取引としてね、これは保護対象になるんだぞって言ったのが、小さい衣装のこれ問題点ってことになってるでしょ。あと見えない衣装って何でしたっけ、論文試験に1回出たね、見えない衣装出たじゃないですか。これどんなことでしたっけ、見えない衣装、そうね、いわゆる部品を作ったらね、完成品の衣装を持っている方がいらっしゃって、部品を作ったって人がいるわけですよ。権限なき第三者がね、これを組み込んで完成品として組み立てを行って流しているっていう状況なのね。衣装権、これ部品の衣装権者かな確か、でその部品を作ってって衣装がいるわけよ。権限なき第三者ね、これを完成に組み込んで表から見えない状況で使っていたという場面ですね。さてこの場合について侵害構成するんだろうかっていうところです。どうでしたっけ、そうそう、流通過程で見ることができないってことね。証券者これ部品の証券者なんですよね。権限なき第三者が部品を作ったってこと、侵害物品だね、これを取り込んで完成品の中に組み込んでしまったの、外部から見えないんです、でも使ってんの。さてこれって侵害構成しますかっていうところね。まず部品とさ使ってる登録衣装が部品の衣装で使ってるのは全体というか完成品だから類似関係ないね、23条侵害ではないわけですよ。あと利用関係立つのかなってことになるけども、そもそも利用関係で議論しちゃっていいのかなって議論だったのね。これどう、衣装を美的外観なんで見えない以上は利用関係を論じる議論が必要性がないっていうのがまあ判決の結論ですよね。でそれは衣装をどういう形で目的条項を持ってきてそのことを言ったのでしょうかっていうところですね。衣装ではこれこれこういう制度なので見えないところ入ってる見えないところについては利用関係発生しませんってことを言ったんだね。裁判所の見解何説言ったのって、見えないと言ってるんだから一般はこうでしょってことあると思うね。これ物品混同説ですよ言ったのって、ね、で見えなかったらかれこれ物品混同は生じないって言ったのね。だったら見えない証って利用関係を論じるまでもないと言ったのが裁判で判決だけど、これ反論した人がいるんでしょ、見えなくったって使ってるんだったら侵害になるんじゃないって言ったのね。特に創作を中心としってことであるならば使ってるんだったらやはり実証してるんで侵害構成するんではないって言った人もいるわけですよね。でも裁判所ってそれも否定しちゃったんだね。そんなこと言ったら無理でしょって言っちゃったのね。まあそれが見えない衣装ってことになったりするんですけども、まあこれはいいでしょうね。多分担当の問題だったら解けるかなっていうところだと思うので大丈夫だと思うんですよ、ね、そして31個柱というところになるんだけども、31個柱ですね、これって3つの要素で構成されてるではない。一つが工業上利用性、まあ、今回試験に出たやつね、工業上利用性でますけど、工業上利用性ってどう読むんでしょうかって議論があるじゃないですか。二つあるよね。
で通説はこれ、で通説の読み方で今妥当ですかと今年聞いたんでしょ、試験って。通説はどうでしたっけ、いろんな見解ってあるじゃないですか。なんとか工業的、なんとか工業的って通常言うよね。工業上利用できる理想と言ってるんだよ。通常ここだけで読んだらどうこれ読むのが一般的ですかねっていうところです。資質が工業的、それ通説ね。用途が工業的って読む人がいいのね。用途が工業的、用途、工業製品として用いることができるものじゃないと衣装とはならないって人がいるわけですよ。ただそうなっちゃうと、そろばんとかさ、絶対これ入らないよ。商業に使うんでしょ。あとは農機具、これも入ってこないね。農業に使うんでしょっていうことになるので入ってこないということになる。でも絶対そんなことはないに決まってるんだよね。昔 の物品表に全部書いてあったの。じゃあどう読むのってことあるの、その方々って。どう読むんでしょうね。産業とこれ読むんだよ。産業上流できれば、産業に用いることができればっていうんだったら商業、工業、農業すべて入っちゃうもんね。でこれは妥当かというと、それでも妥当ではないっていうんでしょ。業じゃないものについても衣装として登録になっているものがあるっていうんですよ。例えば後継者とか人形とかね、あれ別に大量生産しったら業かもしれないけど、通常使うときって眺めてるだけだね、別にね。だったら業ではないってことになるだろうし、ね、もう限界があるってことね、その見解では。じゃあどういう見解が妥当なのでしょうかというと、これ資質が工業的っていうんでしょ。工業生産過程において同一物が量産できることってことを言うわけですよ。量産できること、じゃあ今の衣装のね体型を見るならば、これは本当に妥当ですかと聞いたのは今年の試験ですね。今年の試験、これを書くということですね。書くということになっていまして、まあ、物品だったら妥当かもしれませんね。確かに量産ができるから、ね、動産ですからね、簡単に瞬間的に100万個って作ること可能じゃないですか。でも建築物はどうですかって聞いたわけですよ、ね、これ可能ですかねっていうと、これ難しいってことでしょ。本当は難しい、難しいから本来産業と読み替えましょうという人がいたんですね、当時ね、立法過程において。でも一応量産性と可能性でと言ったら、まあ、なくはないのかなっていうところで、まあ、特許庁を認めたんでしょうね、多分、まあ、それをうまく書けるかなっていうのは今年の試験問題というところでしょうね。工業上利用性というところ、まあ、大丈夫です ね、まあ、そんなところが ありましたよっていうところがあったと思うんですね。そしてそうだな、これ似た問題って31個にもあるじゃないですか。31個、これも論文出たね。で31個ですね。特に31個と32個との関係はってのは聞いたことがあると思うんですよ。これ覚えてます？31個と32個との関係はどういう関係になるんでしたっけ。そしてそこから類似判断ってどうしてああいう規定になったのかなってさらに聞いたんですね。そこ覚えてます？そうね、言わないけどさ、まあいいや。さ、三条一項は、三条一項って同一類、まあ、高知衣装と同一または類似と言ってるよね。で高知衣装と同一類似と言ってるんだったら、これもし物品だけに限定するならば、物品が同一類似関係じゃなかったら三条以降ってこれ起きないよね。で物品同一類似関係に立つ創作の有無で、この一方で三条以降はこれ物品問わず創作の有無っていう見解もあるわけですよ。これ防止事件というのね。防止事件、そもそも衣装って創作だって書いてあるじゃないですか。で創作を中心として三条以降も三条以降を見ていくってなると、三条一項はといったら同一類似と書いてあるので、それは、同一類似物品間における創作の有無というのは三条一項ね。でこの一方で三条二項はこれを取っ払った創作の有無と言ってるんで、三条二項は一般法で三条一項は督促だっていう人もいたのね。これ防止事件でも最高裁 の加藤法数っていう事件は違うと言ったんでしょ。どう言ったんですかね。でそう言ったんだけど、さらにそれは問題があったので条文ができたってことになってるわけね。24条2項だっていうところが、これ昨年の試験ってことになるわけ。何でしたっけそれ。
昨年度の試験、先週論文でやったでしょ、覚えてます？三条一項は同一類似、同一類似って同じ言葉を使っているある言葉があると、あるところがある。これどこでしたっけ？三条一項、三条一項は高知衣装と同一類似の衣装は登録にならない。同一類似ってどっか使っている箇所がある、何条でしたっけ？23条、同一類似衣装権っていう章ね、衣装権っていう章で、通常そこで考える見解はどういう見解かなってことです。特に昔だから、今だったら創作説っていうのはあるかもしれないよ。でも当時はといったら、主はこんな見解だったんではないってありません？裁判所が分かることだよ、割と物品混同説ってことね。で判断権者はそうなると誰でしょうかということです。あ、一般事業者ね、一般事業者ということで、三条一項のところこれ持ってきたんでしょ。一般事業者から見、一般事業者の目から見た何とかと言ったわけですよ。美観の類比と言ったのね、混同とは言わなかった、美観の類比と言った。でこの一方で三条二項はと言ったら、条文上書いてあるよね、創作って書いてあるもん、もう絶対これ創作に決まってんの。創作の有無、誰の目から見た同業者、着想の新しさとか独創性だということを言ってるので、見る視点が違うと言ったのが加藤ホースという事件ね。加藤ホース、だから三条一項は一般乗車の目から見た未完の類比、今度の是非とは言わなかったのね、未完の類比。この一方で三条二項、三条二項は判断権者同業者って書いてあるよ、同業者。そしてどう書いたんだろう、まあ、創作の有無ってイメージね、であるいは独創性とか着想の新しさと書いてある。となると考え方が違ってくるんだぞって言ったんでしょ、違ってくるんだぞと言ったのね。であなたのご見解はと聞いたのが平成9年ですね。2つの判決があると、片っ端は高裁、片っ端は最高裁ってことになるけど、まあどっちを取ってもいいんでしょうけど、まあ最高裁に習った方が無難かもしれないね。その趣旨はどうして最高裁取った方が妥当なのでしょうかということです。これ自分で書くんです、書くときって、ね、だって防止事件だったら一般則特則だから、これは特則が優先適用って決まってんじゃない、こんなの三条一項優先適用だね。でこの一方でさ、三条一項と二項って別位の考え方なんでしょ、だったらどっちを優先適用できるかわからないから書いたといった方がより明確じゃないですか、そこは、ね、で私はそれが妥当と返せるんだと書いてきましたけどね、本試験ね、僕平成9年でしたからね、まあ、そうなってる。だけどこのことに基づいてもう同一類似関係の判断権者が決まったということになったはずなんですよ、最高裁判決ってことで。通常もこれ決まれば業界決まりますよね。今もよく言うじゃない、審決取消訴訟で受ける権利共有の場合については全員で、特許権共有の場合については単独でやってもよろしい、おかしくないかと言っても判決変わらなかったらいいんですって言うんでしょ。いろんな見解ありますよ、あるけどそれでいいんですって今言ってるわけですよ。もう決まったはずなんだけど、決まったはずなんだけどいろんなことが見解って錯綜しちゃったんだってことになってるんでしょ。これどうして、裁判所書記官ですね、先生が辞めた後にこれは違うんじゃないって言い始めたってなんだね。だから別に物品混同、物品混同とは一言も言っていないから、それは間違いではないって言い始めたわけですよ。でそこからいろんなね、判断権者、まあ、した判断をする以外の方が判断主体を変えるってことが出てきたのね。でそこで統一性がないものなので統一性を作ろうということでできたのが24条2項だってことになったのね。それをかけているのは昨年度の問題だったはずなので、結構ストーリー長いのね。でこれ全部分かって初めて書けるっていうのは昨年度の答案ということで、工業上流線については昔からの議論が分かっていて、今の衣装ではどうですかと聞いたのね、あれ書くんだったら、あれ分かっていて妥当かと、ね、聞いたの。そして最近の問題ってことになるんで、まあ、ある程度分かってなかったらねってことになるのかもしれませんね。他ね、でじゃあ次ね、三条の2ってあるよね、三条の2、これそもそもなぜ三条の2ってできたのでしょうかというところです。でさらに平成18年改正で変わったっていうところがあって、さらにもっともっと面白いことがあるよね、たくさんたくさん。で三条の2ってなぜこれはできたのでしょうかというところです。そもそもできた経緯ですね、10年改正だよ、できたので、改正が18年改正ってことになっていて今に至るってことになってるの。
そもそもなぜ10年改正で入ったのでしょうかというところです。なんか制度変わったから入ったに決まってるよね。当然2つ制度が変わった。何でしょう。2つ制度が変わった。1つは部分省の創設、もう1個は組物は要件変わったっていうところね。要件変わった。旧82項の削除、ね、登録しやすくなった。さらに、さらに2種以上から2種に変わったとかね。あと、販売一緒にやってなきゃいけないとか、それも全部変わったのね。まあ、それも変わったことによって指定しやすくなったのだ。で、13種から56にこれ広く膨れ上がったんですよ。膨れた。そうなるとちょっと問題としては看過できませんってことになるんでしょ。ただこの制度ができる前だってこういう場合どうなのかな、聞きまよ。あの、例えば洗顔が完成品、抗がん部品の場合登録になっちゃう。これ昔は登録になるよね。あの、申請等を失っていなかったら登録になるよ。だって、さ、物品比類似、携帯比類似なんで、これ適用関係って9条しかないじゃない。9条関係比類似に決まってるよね。造形素が違ってくるから、独占状態が違ってくるからってことになるよね。うん、で登録になると。で、登録になった時に両者の関係で利用関係に立つ。洗顔が、いわゆる完成品、抗がん部品だよ。ならない。だったら順次しかできちゃうってことになるので、これは実際上延長になるとか錯綜ってことになるよね。良くなかったの昔から。あと洗顔組み合わせ構成物品抗がんの場合についても昔は登録になるよね。なる、うん、ね、なるなるけど、めちゃめちゃ件数が少ないんだね。そもそも組み合わせってほぼ見たことがないってことで、その完成品と部品だってそんなにあるわけではないしね。まあいいのかなってで、特許庁は絶対言わないけど、あったのでしょう、それは。だけど、部分証制度が入ったことによって、そういう形態って増えたよね。代償関係って極めて増えたということになる。さらに、組合が変わったことによって、たくさん出せるようになったんでしょ。13種なんてね、これ昔覚えちゃったもん、全部。あの、名前。もう今ちょっと分かんないけど。ね、ひなびた喫茶、ここいんやれとなんか覚えたのね。まあ、ちょっと待って、ひなセットとかなんかあるんですよ。あるの。これ昔は暗記しろと言われたものだけど、今43章に変わってね、56から43に変わったんだけど、そんなこと全部覚えてる必要性全くないのね。今はね、いいんだけど。で、そう増えてしまったら代償関係増えちゃうし、9、8、42項がなくなるならば、いや、組むの出してもいいのかなって人もいるわけですよ。まあ、そうなっちゃうと、そういう代償関係が増えてしまって、これはちょっと看過できなくなっちゃったんだってとか本当のところあるわけでしょ。そこでできたのが3条の2ってことになってるの。3条の2となってるわけね。じゃあいつからいつまでが3条の2の亀裂になるような、対象になってくる主眼なのでしょうか。抗がんです。洗顔4月1日、抗がんはいつからスタートになるの。亀裂になるってことであるならば、で、設定登録になったのが、まあ、設定登録になって広報掲載になったのが10月1日としましょう。主眼が4月1日、まあ、設定登録になって広報掲載になったのが10月1日とするならば、いつからいつまでであるならば抗がん亀裂になるってことになり得るのかなってことです。洗顔4月1日、抗がんが、洗顔登録になって広報掲載になったのが10月1日ってことになれば、いつからいつまで射程ですかってことです。これパッと言える。4月2日スタートだよね。ん10月31日、9月31日だっけ。これ10月1日までだよ。3条の2って。さ、条文あったよね。3条の2。どこじゃ、3条の2でしょ。3条の2。これ。これね。衣装登録期間にかかる衣装は、当該衣装登録者の暇え。陰霊が抗がんの質が暇へと書いてあるので、同日関係は関係ないってことになるから、スタートは4月2日からってことになるよね。で、この後のね、ずっと見てるならば、当該小トロ質が5にって書いてあって、当該小トロ質が5に、5って書いてあるね。5ってこれ10分まで通るんでしょ。5と言ってるんだからね。となると、広報掲載が10月1日であるならば、その日まで入ってくる可能性ってあるんだね。10分までだから。こっちほら、暇へ。こっちは5って言ってるんで、違いますね。非語じゃないもん。
ね、お尻は10月1日までってことになるけども、もちろん探するときに10月1日工事になってれば3畳だよ、当然3畳1行だってことになるでしょうけども、いやそうではないって話になると工事になってるわけじゃないじゃない、工事って10まで通るじゃない、同じ日でもね。で1分でも違ったら工事になっていないんだから準工事ってことになりませんかね、当然。だその日まで入ってくるんだってことになるよね、当然。同日関係入ってくるんだ、ただしその日において当然も工事になってるって分かってるんだったら301行だよっていうだけだね、僕はね。これ一応射程ってことになるよね、射程になりますよと書いてあるわけ。じゃあねというところなんだけど、秘密遺書の場合だね、宣願がこの場合っていつまで出してもよろしいんですかってことです。いつまで出してもよろしいんですかというか、そうだね、秘密遺書の場合そうだね、じゃあ秘密遺書期間中に出したらしいんですよ、交換ね、この場合っていつ秘密流通知って打たれてくるんでしょうかっていうと、どうでしょうかね。他人の出願が秘密遺書なんです、宣願です、大きい捜索なの、ね、交換が小さい捜索であって、出願を行ったので、候補の掲載前に出願されてるの、ね、さてこの場合なんだけど、いつに規律流通知ってやってくるんでしょうか。3条の2って規律流です、いつやってくる、何、候補が公開されてから、秘密遺書の具体的な候補が掲載されてからじゃないと規律通知は来ない。どっかでこれ読めるの、審査基準関係ないぞ、これ条文から読める、どっから読めるの、これずっと見るんだよ、これどこに読めるの、遺書候補に掲載されたものって書いてあるよね、そこの遺書候補に掲載されたものと一部と同一類似関係であるならば序列ってなってるんだね。じゃあ秘密遺書って書式的な候補出ました、掲載されていないじゃないですか、掲載されちゃうのは秘密期間経過した後の候補を出たことによってはい掲載ってことになるので、これ以降じゃなかったら掲載通知がやってこないんだって当然なりますよね。とここれ一応審査基準に書いてあるんでしょ、まあ、当たり前だということになるかと思うんですけどね、ここはね、はい、そしてここの候補は2つ書いてある、20条参考候補と66条参考候補、なぜこれ2つ書いてあるの、これに対して救済規定って20条参考候補だけだったと思うんだよね、違う、こっちが本文でこっちが正し書き、これ救済、こっちもほら20条参考候補だけでしょ、その前日までに同じ出願人が出願していれば救済しますよって書いてあるわけですよ。でもこっちは2つ書いてあるよね、なんでこれ違うのってことです、本文と正し書きの違い、こっちは本文こっちは正し書きだろうね、で違うじゃないですか、わかります、うん、なんでこれ違うの、本文の方は、うん、そうね、本文正し書きの方ってこれも取ってあれも取りたいんだっていう場面なんで、当然20条参考候補に決まってんのね、で66条参考候補で作ったらしは絶対これになるでしょ、いやこれ登録にならなかったんでこっちも取りたいんだって普通ならこっちも取りたいんだってイメージだからね、これも作ってあげたいんだ、質が同じだったらねってところで言ってんのが正し書きだったら、20条参考候補じゃなかったらこれありえないんですよね、出てくるのって、でこのやっぱりこっちは人工知になってしまったらダメなんでしょ、これね、だったら両方ってことになるね、ここはね両方ってことになる、で組織手ってことだよね、じゃあここね、まあこれはいいとして、表された遺書の一部と同一または類似って書いてあって、この一部とっていうところは結構難しいんだね、審査基準たくさん書いてあったと思うんですよ、ここは、まあ、これは問題文見なかったらわからないところなんで、まあ、やればいいと思うんですけどね、でこの一方で、救済規定、出願人同一については救済するんだぞって書いてあるわけですよ、出願人同一だったら救済するんだぞということになるんですけども、さてこれ出願人同一ですよね、いつをもってこれ判断するんでしたっけ、出願人同一、またこれも条文だけ見てね、僕ね審査基準で好きじゃないんですよ、当然これ条文の解釈なんで、特許庁のこっから全部これ多分庁が解釈してくれてるはずなんですよ、
ここからなるだけだったらできるようにしてもらいたいので、自分の考え方が審査基準に合ってるんだったら、あなた方はすごくさ、もう合ってるところで試験と間違いがないってこと、自分の感覚が、その感覚絶対これ必要なんです、やるときって試験って間違いがないの、これは感覚なの。そういうことを受験の予備校で言っちゃいけないけど、感覚絶対これ必要なの、おかしいなって思ったことがね、これ必要なので、これ見てさてさてっていうところだけど、世界人同一はいつも判断するんでしょうか、ここです。世界人同一の判断時、あともっとあるよね、なぜ創作者同一って適用除外となっていないのっていうところです。何かあるんですか、似たような話って、特許肉の2あれと違ってってこと僕聞いてんだよ。特許肉の2、肉の2は出願人同一については適用除外だ、で創作者同一についても適用除外だって言うじゃないですか、でもここには書いていない、なぜ、でさらに判断時は書いていない、じゃあどうやって判断するのかってことを僕は聞いてるわけです。ここだけ見て言ってください、まあ、審査基準はこれ関係ないから、それは後立てです、こんなものは後立てでいいんです。判断時は、うん、セガンの原則査定時ってことね、査定時、査定時で、特許はどうでしたっけ、肉の2、抗がんの出願時だね、確実性を求めるっていうか、まあ明確性を求めるってことで書いてあったはずなんだよね。でもこっちは査定時書いていないから査定時って言いますよ。でもなぜこれ査定時なのかな、書いてなかったら査定時はこれ普通なんですよ、査定時行政処分の原則だっていうだけでしょ、これいいんだけど、なぜ査定時なのかなっていうところと、あとなぜ創作者同一については書いていないのかなっていうところです。適用除外ではないんでしょ、担当の問題確か出たはずです。で創作者同一なんです、しかし適用除外に該当しますかというと、そうではないって聞いたはずなんだよ、でどうしてってことです。うん、そうね、創作者同士だったとしたって受ける権利がバラバラに分属されて移転されてしまうならば、設定登録になった瞬間ね、権利関係に錯綜って生じるだろうし、まあ良くないってことね、だからいけないってこと、まあ、できれば登録になった時に同じ方に持っていてもらいたいんだってあるわけですよ、どこね、一部かぶってるんでしょ、ね、だったら同じ方に持ってもらいたいんだ、でそうなるとこれいつも判断するんでしょうか、出願人同一、少なくても査定時ってことね、登録になった瞬間一応分属関係になっていないってことになるからですよ。でもね、登録になってしまったら分属しちゃうよね、通常だったら代償関係の衣装って関連衣装ではないもん、比類似ってことになるから、これはいいのかなっていうといいんだね、個人の自由ってことになるから、行政庁としてはそこまではそうしたくないっていうだけでしょ、証拠もそんなあるもん、結構あるもん、あるもん、あるもんね、あの証拠でこの議論って知ってる、似たような話って、知らない、似たような話ってすごく似てる話があるんだよ、知らない、うんとね、分割ではないね、そこは三条一項柱と移転の話って出てくるの、うん、例えばさ、僕出願するじゃん、登録持ってんじゃん A って、帳票権ね、じゃあ A' って僕あの出願すれば登録になるよね、これさ、僕出願するのって31個柱って絶対あるよね、自分のため、自分が使うためにこれ出願してるんだよね、じゃあ登録になったの、登録になった瞬間僕移転しちゃいけないの、 A' っていいんだね、これ別に問題がないってことになってるの、でもそうなってそれ逆算するならばさ、これ自分のために使っ、自分のために出願してるんじゃないんじゃないってことにならない、登録になった瞬間僕移転するんだよ、もともと君のために取ってるんだってことになりませんか、でもそれはいいんだよって築城に多分書いてあるんですよ、どうしていいの、似てるよ話としてはすごく、多分それ特許庁の見解ではないの、行政庁を関与するときにはちゃんとやりたいってなんですよ、登録なら自分の自由だからそれはいいんですよって書いたんですよ、でそこまでラフに書いていないけどそんなことですよ、これもそうかなって思ってんの、似てるかなと思うの、そこね、行政庁を関与してるんだったらそれ一応厳格にやりたいってのあるんですよ、で建前ね、でも登録になったら個人の自由なんでそれはいいんじゃないっていうところが強いんですね、財産権だからっていうところ、一般対象さえ欺瞞したかったら別に問題がないんですよ、あるんだったらそれは制裁ですよ、混同防止とか合衆の審判で消すというだけですから、それはそれというだけですよね、僕はね、というのがあるというところですね、3条2、さてさて、じゃあこの3条2なんですけども、さてじゃあね、
もし洗顔が秘密以上としましょうということです。で、この施顔人、あ、そう、これね、なぜ施顔人同一と救済するようになったのかな。昔はこれは施顔人同一も適用除外はありませんでした。うん、で、まずなぜ施顔人同一については適用除外はなかったのでしょうってことです。これ分かっといいよ。でなるといろんなことを展開できるようになるから、昔は施顔人同一は適用除外ではなかったの。平成18年改正によって導入されたってことになってるのね。そこはなぜ昔は垂れ違いがなかったのでしょうってことです。なぜないの？なぜないの？昔はないの？今あるの？今ありますよね。施顔人同一は適用除外としましょうっていう規定があるわけですよ。で昔はなかった。でなぜ昔はなかったのでしょうかね。うん、存続期間の実質的な延長につながってしまうからってことね。だって完成品があって部品登録になって僕が持ってるって話になれば、完成品以上にこの部分がいいからっていうのはすごく強いんでしょ。当然ね、部品で取るとか部分で取るって話になると、実際上延長につながってくるじゃないですか。少し日付遅れて出しちゃったら当然延長につながってくるね。これは良くないっていうところなんで、施顔人どうしても適用除外としなせんとなっていたんです。ただしこれまずかったんでしょ。で適用除外できたってことになるけど、何がダメだったんでしたっけ。うん、そうね、通常はまず完成品出して独占配達権取るんだね。ね、まあ、それ以上独占権を持つと。だって車全体について独占権を持たなかったら意味がないじゃない。車のこの部分って言ったらね、意味が全くないから。でだんだんやっていくうちに、いやーこの部分が良かったんだってのが分かるんで、じゃあこれも強調して取りましょうかといって部分出したりとか部品出したりって通常やるんでしょ。ただこれやってしまうと権利ができないってことは出願にどうしてもあったのね。これは良くない。創作実態に合わせて出願戦略はうまく取れませんでしたって通常書くと思うんだよね。そこ、まあ、それは良くないっていうところで適用除外ができたんだってことになるわけね。でいつまで出したら救済できるんでしたっけ。広報の発行の前日までですね。発行の前日までってことになってる。広報の発行の日って話になると、なんでこれはいけないの。この規定って何の規定だっけ。準工事に対する救済、準工事、広報発行の日だったら工事になってしまってるってことになるからでしょうね。多分それはダメということになるんで、そこまでとなると大体1年間ぐらいしか長く伸びませんってことになってるんでしょ。大体約1年ぐらいしか延長ではないけど延長的な取り扱いにはなりませんということになってるんで、まあ目をつぶったんだろうね、おそらくね。関連には通常ならないから、そこ関連だったら基礎から25年で大体同じってことになるけど、そうはならないからね。実際は長くなるんですよ、約1年間ぐらい。そこはね、まあそれはいいんですけど、じゃあってことね。じゃあ先の衣装が、先の衣装が秘密衣装なんです。で僕が出願したのこうね。でじゃあ僕が部品とか部分衣装を出したいんですよ。いつまで出すならば救済されるんでしょうかっていうところです。これどうでしたっけ。ん、広報発行って、広報発行ってどの広報発行の暇の日の前日だっけ。一番最初の広報発行の日前までじゃないと救済されませんっていうことだよね。でもそれってさ、考え方によってはこの垂らし書きの規定ってそもそも準工事に対する出願人同一の場合の救済ではないですかってことになりそうだよね。で書式的な候補が出たとしたって工事になってるわけじゃないとなれば、それ以降出したとしたって救済になるんではないですかってことになりそうなんだけど、ならないんでしょ。なぜこれならないの。ん、うん、さらに存続期間が下手したら3年以上伸びてしまうってことになるので、これは保護取りのバランスを欠いてしまうんだってことになるからだね。それはいけないということになってるんで、それはダメということなんでしょ。でも例外ってあったよねってなるわけ。どうしたら例外になるんだっけ。そこ出しても全く問題がない場合が今あるんでしょってことです。うん、関連症であれば足りちゃうってことになる。まあでも関連症になる可能性って極めて低いかもしれないっていうだけですよね。だってその共通する部位って大体用途も機能も違うもん、ね、片っ端は完全全体症、片部分症で、この何とか部位と完全全体を比較するならば用途も機能もその部位って全く違うよ。普通だったらほぼ脱法的に実践が9割くらいだったらなるかもしれないっていうだけですよ、ここはね。まあそうなればってことね、まあ、そうなれば、出せますよってことだし、交互の発行後も出せるもんね。
そこはずっと出せるというか10年間出せるということになっておりますので、結構長いぞってことになるのが 302 というところでしょ。もうこれ大体そんなことが大体出てくるよね、302というところ、これはいいと思うんですよ。で次4条というところで新規性喪失の例外というところがあるわけです。新規性喪失の例外ですよね。で、意に反する行為とか行為に禁じた行為、これ基本的に救いますよね。意に反する行為なんか聞いたって仕方がないところだしね。あと行為に禁じた行為、これ昔から何でもかんでも救ったんですよ。よくね、衣装の不治ってこれは救ってくれるんでしたっけ。昔の特許法です。旧特許法、現行ほら、30条2項にさ、パッとまとまってしまって抽象的になってるじゃない。しかし昔の規定って旧30条1項と旧30条3項って規定があったのよ。でそこに書いてないものは救わないってことになっていたのね。で、法の不治ってこれ救ってくれるのかなってことだけど、どう？昔は救わない。なぜ救わないの？新規性の例外としては正しくないから、そうだね。あんまりこういうこと言うじゃあるけども、法律を作ったのは国会議員であって私が作ったのですっていう言い方ね、昔よく言ってたけど、それはねって思いますよ。言ってください。法を作ったのは誰かというと国会議員です。国会議員は我々が選定したのです。我々が法律を作ったのです。知らないことはあなたはないんですってことね。そんなことは多分ないと思うのね。それはあまり理屈にはならないって思うんですけどね、多分ダメです。それ書いては列挙されないかなってことになるわけね。遺書はこれ救ってたんでしょ、何でもかんでもってことになる。でも遺書の場合についても今明確に書いてあるよね。広報掲載になってしまった場合は救わないって書いてあるわけ。なぜあれば救わないのかなっていうところだけど、なぜあれ救ってくれないの？刊行物によって発表しってことにならないの？遺書候補に掲載された遺書候補は刊行物だよね。刊行物、刊行物に発表しにならないの？刊行物に発表しであれば旧特許の30条1項でも救っていたんだよ。でもそれは救わなかったんだっけ。救わない。なぜこれ救わないの？自分で出願を行って候補を出しちゃったっていうだけなのね。社会に積極的に解除しましょうっていう積極的意思がないんですよ。で積極的に出したことによってそれ文献上の理由を教師でってことあるじゃないですか。で産業界の審判を促すってことなんで、あなたに対しては恩典じゃないけど救済しましょうってことを言っていたのが旧30条1項って来てたのね。でも広報掲載ってもちろん登録になって広報掲載になるよってこと分かってるんだよ。分かってるんだけど積極的ではないね。消極的であって、かつ権利を受けるために違うを行ってしょうがなくなってしまったっていうだけなのね。そこはそれは救わないぞということになってるわけで、これが括弧に書いてあるということになるよね。じゃあ工事になってしまった候補に乗ってしまった衣装って一切こうなると志願とやっても救済できないんでしょうかってことです。これどう？関連証だったら救うってことね。関連証にすれば救う。ただそれ工事衣装と類似関係だったらねっていうだけね。もし創作用だったら救われないってことになっちゃうよ。三条二項の話になるので関連は関係ないじゃないですか。とかね。そうなったら終わりってことね。もし類似関係なかったら終わってしまう。三条二項来てしまったら対処ができなくなってしまう。あとはずっと争うしかもうないですね。そこはね。ということになりますね。三条にはそんなことでしょうかね。そしてそうですね。次ごめんなさい。じゃあ4条3項ってところで新しく変わったところがあるってことを言ったと思うんですよ。今回変わるというところでありまして、今般変わりますね。4条3項という規定が変わってこんな規定になってるんだというところね。垂らし書き、今絵って更新した衣装があるんです。自分で更新しちゃったの、ね、だけどただちょっとすぐ忘れるからね、9時1分に更新したと思ってたのもあったんだけど、これ一応ね出願を行って証明書面出したらしいんですよ。僕ね出したの、出願と同時に出したのね。だけどよく考えてみたら1分前に8時59分に更新になった衣装ってあるんだって。この場合ってこれ救われちゃうのかなっていうとどうかな。言っとけばこれは正し書き適用されていないからね。今だ施行前だからね。これ施行多分1月1日かなっていう噂でしょ。分からないけど
まだ施行されていないから、この場合どうなのかなってことです。1秒前に実はあの A 打者がもうコーチに僕してたんだって、たまたまこれ分からなかったらしくって A って証明書面出しちゃったんだよね。この場合って僕は救われてくるのかなっていうとどうですか。今の状況だったら救われないね。これ酷じゃない、すごく。あるいはね、じゃあこういう場合どうかな。じゃあ9時に僕 A ってコーチにしちゃったんだよ。 A ってコーチにしちゃったのね。でとりあえず、あ、 A コーチにしちゃったんだと言って僕出願を行って、証明書面と同時に、あ、出願と同時に証明書面、証書面と出したんだって。出したので、証明書面すぐ出したんだって。出しちゃったのもう。でそしたらね、実はね、あの自分の部下みたいな人がね、ツイッターかなんかちょっと違うのをこうコーチにしちゃったんだって。この場合って僕今救われる？これ救われないね、僕ね。救われないってことになる。救われない。亀裂になるね。その A って一緒ね。ダメということになったりするんで、ああ、これどうしようかなってことがあるんでしょ、ね、そこでできたのがこの規定だと言ってるのが、だらし書きってことになってるんでしょ。だから、日をもって判断するんだね。再選の日って言ってるね。これ見るとね。だらし書き。同一または類似の衣装について、31項1号または2号に該当するに、するに至る起因となった衣装登録を受ける権利を有するものの2条に主行為があったときは、2条の行為だから3つ4つでも構わないんだよ、あったときは、その証明書の提出は、証明書を出すんです。提出は当該2条のうち再選の日、再選の時じゃないよ、再選の日だから、9時1分であろうが9時であろうがどっちでも構わないね。で忘れちまったってあるじゃないですか。忘れちゃうもん、絶対1分ぐらい前だったら忘れちゃったって話になると終わりじゃないですか。僕もう終わっちゃうってことね。ただ再選の日って言ったよね、これ。再選の日、再選の時ではないのね、に行われたもの1の項についてすれば足りるんだと言ってるね。足りちゃう。じゃあもちろん全部出しても構わないよ、全部。いや、証明書面にこれもこれもこれもって書いた方が安全かもしれない。もし類似関係ないって話になるとやばいもん。そこはもっとこれも出さなければってあるじゃないですか。類似関係で僕が判断してるだけで、実際じゃ特許庁が判断するんですよ、類似関係って。分かんないじゃない。もし広い字って話になって三条二項だって話になると終わっちゃうもん、そこはね、うん、明らかに違ったら分かるよ。でもかなり近しいものだったら類似関係なのか創作用意かって分からないじゃないですか。これはもう一回出した方がいいに決まってるのよ。証明書面で別にまた出した方がいいの、そこは。あと、あくまで類似関係であるならば救ってあげると言ってるんで、もし非類似関係で創作用意だった話になると一切救ってくれないよ。証明書面もう一個出しておかないと、これもこれもって一緒に出すのね。やれば救われるってことになるんで、できれば危ないんだら全部出した方がいいよ。考えることができるもの全部出した方が安全だってことにはなるね、そこは。だって僕の判断わからないじゃないですか。これ類似かもしれないと言ってるけど、腸が違ったって言ったら終わりですよね。それは登録で救済できないってことになるんで、極めて危ないっていうことになるんじゃないでしょうかね。多分特許庁のさ、多分説明会でも言うんじゃないのかなと思いますけど、出した方が安心だって多分言うと思いますよ。安心だと思います、そこはね。これが新しくできた規定だよね。4条3項の正し書きという規定ができて、これからそういうことになるんだってことで、衣装だけでしょ、特許はこんなことはないということなので、未だに入っているわけではないということになってるよね。あ、ちなみにそうだ、あのさ、これも今年の試験だけどさ、輸出行為が、輸入行為が衣装に入ったじゃない、新しく、あと商標に入ったじゃない、輸入行為、さ、2条2項のところで輸入行為入ったよね、2条2項じゃなくて、ちょっと待って、新しい行為、さ、僕のこれ古いんだな、条文がな、これ書いてないんだな、自主行為入ってないんだな、これ僕の入ってるかな、古いんださ、もう条文書ね、僕買いましたよ、一番最初にあのすぐ来ましたから、買ったので、買ったんですけども、衣装衣装多分これ変わってないよな、変わってないでしょ多分ね。あるわあるわ、1年6月以内に書いてある、これだ、これこれ、輸入って書いてあるさ、これなぜ入ったのってことね。これどういうことをさ想定して入ったのですかってことだけどさ、これなぜ入ったの、
何これ目的として入ったのってことです。目的はこれ何、やりたいことは一体何ってことです。一番やりたいこと、うん、海外の従業者が一般消費者に持ち込ませる行為ね、これ輸入しないと意匠権侵害とは問えないってことね。でこれを通ってどうするのかなってことを僕は聞きたいんですけど、どうしたいの通って。海外従業者は業としてやってるんで、彼に対して権利交渉したいの？無理じゃない、海外にいるんだから。日本の裁判所の管轄って及ばないんじゃない、これ税関ね、で止めたい、税関で止めたい、税関で止めたいんですよ。意匠権侵害物品になったら税関で止めてくれますよ、言えば。ということで止めたい。で海外の方に対してもちろん侵害ってことになるから言えるよ、言えるけど、強制執行できるかといったらこれ無理じゃないですか。差し止め請求いなくなっちゃいますよ、絶対間違いなく。損害賠償もね、いなくなっちゃいますよ、これは無理ですよ。刑事罰も絶対これ無理ですよ。やりたいのは税関なんですよ。で地球では多分税関でって書いてあったはずなんです。で、ね、特許権侵害物品とかさ、まあ、メインはこれ商標権侵害物品とか意匠権侵害物品が件数が多いの、まあ、あと著作権侵害物品がめちゃくちゃ多いのね、税関って、うん、まあ、特許は極めて少ないの、だから入ってないのね、改正になってないので、税関止めたいんでしょ。で侵害物品になった場合は止めてくれって書面出すのね。で止めてくれるってことあるの、税関実務ってあるのね。で侵害があるならば止めてくれるので、で入ったっていうのが多分逐次載ってるんだけど、もうちょっと補足書いてもらえたよね。侵害となるんだから差し止めとか、海外の事業者に対して差し止めってのはこれどうですかっていうと、まあ、難しいよね。実際上は税関でやりたいってことがあるの、うん、ね。まあ、そこは多分築城にも載っていて、税関でってずっと書いてあったはずなんだよね、間違いなく。税関税関って書いてあるのよ、それはそこなのよ。だから無理に決まってるもん、海外にいる方に対してさ、差し止め請求できますかって言ったら、こう無理じゃないほぼね。でも税関で取り締まりって言ったらできますよね、水際で入ってくることを止めるということができればいいんじゃないってことになるので、まあ、それをやりたいってことね。で多いのが衣装と、あと商標だったんで、それは変わったということですよね、変わったということになっている。でこれいいでしょ。でなんだっけ、あ4条関係やりましたね、4条関係やったということになるんですけども、さてさてじゃあっていうところになるんですけどね、じゃあ次ね、まあ、5条はこれいいでしょ、別にねどうってことはないし、6条関係もどうってことはないしって思うんですよ。5条とか6条ね、5条 いわゆる公序良俗違反とかさ、こんなものね、こんなものって言っちゃいけないけど、まあ試験的にはあんまり影響がないというところだと思うんです。あと6条関係についてもまあ書けなくはないってことになると思うんだけども、そうね、ちょっと一部だけちょっと聞いてみようかな。6条関係なんですけども、6条で、さ、6条のところのいくつか条文ってあったよね。6条のところの、そうだな、1項、2項、3項ってのあるのよ。その中に特に3項ってあるじゃない。3項、3項ね、これこれこれ、6条3項ってさ、これこれこれ、ここね、なんか書くんだって書いてあって、物品建築物、これここだけ画像って入っていないんだね。画像って入っていない。担当式試験出たことあるよね、ここね。多分普通画像も入ってるじゃない、これ入ってこない。なぜ画像ってこれ入ってこないのかなっていうところだと思うんだけど、なぜこれ入ってこないの。大きさとかさ、あと材質って普通書いて衣装を特定するためにこれやるんでしょ。だけど画像入っていないって聞いてくるんだけど、なぜ6条3項は画像って入ってこないのかなっていうところだと思うんだけど、なぜこれ入ってこないのかなってことです。画像、うん、画像も対物なので大きさっていうのは関連できないね。あと材質もあまり関係ないってことになるので、書く必要性が全くないってことになるよね、そこは。そしてあと細かいところなんだけども、ここさ、分かってたっけ、こうずっと見ると、これ願書に記載しって言ってね、願書ってどこに書くんだっけ。願書いろんな部分あるじゃない、願書って遺書にかかる物品の欄とかさ、いろんなことあるよね。どこに書くのこれ、願書、遺書の説明の欄ね。書かなかったらどうなるんだっけ。遺書が具体的ではない三条一項柱ってことによって亀裂かつ無効になるんだってことになってたよね、そこはね、うん、まあ、そうなっていたというところでしょうかね、うん、
まあ、そして動的書ってあったりするけど、まあこれはいいのかなと思いますね。そして第7条っていうところで、1意匠1願、1質願と書いてあるんだけども、これちょっと変わったよね、昔と違って。1意匠1願のこれ条文の規定ね、今1意匠1願っていう、まあ、規定なんだけども、ちょっと変わってるじゃない。今どう変わってしまってるんでしたっけ。いわゆるジュネーブとちょっと近くなってるよね、ものとしてはね。どうでしたっけ、昔はこうだった、しかし今こう変わったって書くんだけど、どう変わったんだっけ。願書をそれぞれ出すんだよね。同じような形状だったとしても、物品が違うならば全部願書を出していてってことになるので、本当一章一時間っていうイメージだったのね。だけど今同じような形状等であるならば、これをまあ展開する物品がたくさんあったとしちゃって、同じこと大体書くもんね、そこね。だったら意味なくない？商標もそうだね。昔区分が違ったら同じマークだって全部これ書面書いて出してたのよ。で、区分が違ったらこれ出願書面が全部違っていたの。でもさ、書くことってこれ同じじゃない？出願人誰誰とかさ、強いては指定商品がちょっと違うっていうだけですよ。それって出願人大変だなっていうことがあるでしょ。で、そこで一時間作文制に変わっちゃったのね。あれ平成8年かなんかに変わっちゃったのよ。変わってしまったということになっている。だけどだよ、だけどこれ適当に書いてはいけないんでしょ。一一を一丸と言ってるからさ、例えば物品名をさ2つ並列に書いていいんですかと言ったら、これダメでしょ、間違いなく。衣装1何々、衣装2何々って書かないといけないんだよね。ね。で、請願書面1通でいいんだけど、そう書いて1通でいいんだけども、いわゆる方式とかさ、請願の定については1回でこれ見るんだよね。終わったって話になると、番号通知がやってきてバラバラになって審査ってことになるので、意匠券は一個一個意匠券ってことになってんの。マトボルも、じゃあジュネーブもそうでしょ、一意匠券ってことになっていて、別に分割しなくても良いんですってなんかやったじゃないですか。あれと同じようになっている。まあ簡単になったのかなっていうところだけどね、そこはね。まあそれが7条ってことになると思うんだけども、そうだね。あと8条関係っていうところね、あと8条の2っていうのがあるんだけど、これやって僕関連ちょっとやりたいんですね。さ、8条と8条の2ってなんか違うよねってのあるのね。どこ違います？これ今年担当に聞いてこなかったっけ、択一試験で。8条の2ってこれパーッと見ると、だからなんか違うよねってのないですか、これ。これどっか違くないですか、8条これ2っていう条文と。ちょっとかあのあの組み合わせちょっと省略しちゃったんだけど、あまり簡単な条文なので、なんか違うよねってない？罹患を起こさせるって書いてあるね、8条の2って。他何かあったっけ、担当これこっちを聞いたね、なんだっけ。8条はこう書いてある、同時に使用されるはそうなんだけども、なんだっけ、その文言があるかないかって聞いたんでしょ。あ、これだ、書いてある、これ2条と規定されていない。食い物で2条って書いてあるのね。2条って書いてあるよね。2条って。書いてない？食い物って。8条。こっち書いてない。書いてない。これ聞いたのね。担当式試験ね。確か。で、あと動詞的な罹患を起こさせるって言ってるよね。起こさせる。美的処理説かなっていう感じがするけど、起こさせるときは1意匠として内緒2意匠を認めるんだって書いてあるけど、まあ、これは多分出てきても趣旨問題だろうね。そんな出願件数が多いわけではないから、まあ具体的にどうですかってのは聞けないと思うんですよ。なかなかね、難しいというところだと思うの。ね。まあこれはいいと思うんですよ。さてさて、じゃあ関連書を少しやっていきましょうか。て、まず関連書の趣旨をちょっと言っていただけるでしょうかね。関連書制度の趣旨。そもそも、なぜ関連書って10年改正で導入されたのかなっていうところです。ね、本当は生講義ってこれをずっと本当はやりたいと僕は思ってるんですね。喋んのってもういいんですよ、別に。通信でずっと取っちゃったらねと思ってるのね、ここはね。で、これをやりたいのね。じゃあ、関連書ってなぜできたのでしょうかっていうところです。昔はさ、類似書ってあったじゃない。で、類似書ってなんか問題があったんだね。これ何が問題だったっけ、類似書。確認説と結果拡張説っていう見解があったのね。で、どっちが裁判所の見解でしたっけ？裁判所。裁判所は、
確認説ね。で特許庁が結果拡張説って言ったのね。でなぜちょっと聞くけど、それぞれ結果拡張説を特許庁は取っていたのだろうかっていうところです。あるでしょう、やっぱり理由が。うん、だってさ、類似書について3条5条見ませんって来てどこにもないんだよ、昔から。今だって関連書について見ませんって書いていないじゃない。見ますよね。あと設定登録になった23条で、衣装権の効力は同一類似までありますって書いてあるけども、いや、類似衣装の衣装権は類似範囲はありませんって書いていないんだよ。でさらに言うならば、今ちょっと皆さんわからないけど、旧12条で変更っていうのがあったのよ。変更、通常から類似に変更とかさ、類似から変あの本あの本類似から通常に変更ってあったのよ。だったら創作的価値って同じじゃないって人がいるわけで、認めるべきだって人がいるわけ。出っ張った部分ね、本書の方の類似範囲から出っ張った部分については類似書の侵害として認めるべきだって人がいたのよ。これ長の見解、まあ、正しいよね。審査をしているところから見るならば、当然そういうことになるんではないってことになりそうなので、この一方で裁判所の見解はどうしてそういうことを言うのかなっていうところです。裁判所の見解、これ平成9年のさ、遺書の第2も僕書いたのね。あの加藤さんもう一個の他にこれを聞かれたの、書けっていうところで説明しようですね。でどうして裁判所の方は確認説っていう見解を取るのかなっていうところです。これどうして、類似書本書ではないから、うん、悪くないけどさ、ね、この規定見たことあるよね。僕ちょっと論文の時これ言えばよかったと思うけど、時間なくて焦っちゃってたんだね、あの時ね。こういう条文があると、そうね、それもそう。ちょっと待って、これ昔の類似書ってさ、この条文しかないの、10条これ、これあと合体って規定があったんだけど、これ衣装権者は自己の登録衣装にのみ類似をする衣装について類似衣装の登録を受けることができる。裁判所ってこれだけで登録要件でいいって言ったんだよ。裁判所って別に3条5条見る必要性がないと、だって書いてあるじゃん10条って、この規定でこれでいいんでしょ。だって独自の登録ないんだもん、でしょ。違う、独自の登録あるんだったらちゃんと3条も5条も見るんですよ。だけど独自の登録ないんでしょ。だから9、2条、2条で合体と言ってるんですよ。合体すると付属物なの。でこれしか見る必要じゃないと言ったの、審査って。でも庁はちゃんと見ていたってことね。まずこれが言ってっていうところと、あとは付属物だったっていうのは9、2条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 の合体ですね。合体、運命を共にするって規定があったの。え、あの9、22条をね、知らない方がいらっしゃるといけないので、9、22条ってこんな規定、ここ類似衣装の衣装権はその類似衣装が類似をする再選に衣装登録を受けた衣装本省の衣装権と合体って書いてあって、これ運命に共にするってことなの。消えちゃったら消えちゃうの、本省の衣装権消えちゃったら消えちゃうので、本省の衣装権がこうから落ちに行っちゃったらこれもいっちゃうのってことです。で回復ならば回復するっていうのを合体と言ったの。付属物なのこんなものね、っていうのもあったし、あとこれいつ出してもいいんだな、時期書いてないじゃない、どこに時期が書いていない。ねね、昔々っていうか入った当時の類似書って出願と同日だったんだよ。教授にこの督促だって書いてあったのね。でもこれ違うよね、いつ出してもいいの。となるとどうかな、ある、本書を出してそこから10年出して、今のまさに関連だね、10年出して出した衣装って同じようなバリエーションの衣装ですかというと違うんだよ。ちょっと小手先を変えちゃったってイメージだろうね。そこに多分独占権って妥当ではないって思ったんでしょう、おそらく。これが裁判所の見解だったんですよ。でも同日に出す人っていたんですよ。僕も出したことがある、同日に。で連弁で出すんですよ、1から10まで出すの。特に会社って出していたのね。でその時に違うって話になると、どうしてってことになるわけですよ。そこで、庁も含めてこれ変えましょうかって言ったのが、関連が入った契機なのね。関連書が入った契機ということになるわけで、そこにフォーカスってあるんだね。それ全部見るとさ、同時期に創作されたバリエーションについては同等の保護価値があります。確かにだと思うんですよ。でしかし実際上相当だったから出してるんですよ。それは裁判所の見解もうなずけるっていうところがあったのね。そこは
ゃいそのこと動物に限定しちゃうかなってなったのが、旧平成10年改正の、類似賞っていう制度なので、動物に出したというんだったらどう、大体同時期に創作されたってことが連想されてくるんじゃない、絶対じゃないよ、絶対ではないんだけど、しがみ同時って話になるならば大体同時期に創作されたってことにならない、だったら道徳の価値として認めるべきだって限定かけちゃったんですよ。まあ、これは平成10年改正だったのね。で、9条2項の特則に過ぎないと言っていました。で、独自の効力を認めたの、そこによってね。で、しかしだよね、18年改正によって変わった。これなぜ変わったの、うん、そうね、世界人が同時に全て出すってことは極めて難しかったのだっていうところで、審査が大変だったってことは絶対言わないよね。それやるのが仕事ですからね、それは言わないと思うんですけども、まあ全て出すのは菅人が大変だったんだってこと書いてあるよね、うん、となると、まあ、ある程度の時期をちょっと見計らって出しましょうってことになるんだけども、いつまででしたっけそれって。そもそも類似書って、慣例書って何条に書いてあるのかなってことです。10条、9条の特則ってことになるので、いつまでが妥当ですか、候補の運び前までってことね。約1年間出せたんです、そこね。約1年間出せた、ね、まあ1年間ぐらいだったらまあいいのかなと、ね、でさらにこの場合ってどうかな、あの同じ時のバリエーションってことになるのかなっていうと、一応なるんでしょ。1年間という限定がついてるだろうし、あと9・10条3項ってあったよね。9・10条3項、関連のみに類推奨は絶対登録になりませんってやつよ。全て A を中心としてこうぐーっとバラの花のようにこう回るってイメージね。同時に創作するバリエーションに過ぎないのよ、それって。1年経ったとしたってこれしかないんだから、枝葉がないのよ。今違うじゃない、今枝葉認めてるよね。旧10条3項ってなくなってしまって、それを本省とみなしてずっと登録認めるんだから、もう全然制度変わっちゃったってことになってるのね、まあ、これもいいでしょう。で、そう変わった、ブランド化っていうところで変わったということになってるのね。まあ、これが現行が、まあ、いわゆる関連書の制度ってことになっていて、さて条文です。まず10条1項っていうところになるんですけども、衣装登録者側には事項の衣装ね、まあ事項ですね、まあ、選択するわけ、ね、選択した1の衣装、これ本衣装と言いますと、に類似をする衣装、これ関連衣装と言いますについて、当該関連衣装の衣装登録者の日って書いてあるんだけど、これ衣装登録者の日だよ、括弧に書いてあるものは関連衣装者の日と読まないでね、衣装登録者の日って書いてあって、優先検証を伴っている場合については第一刻をもって判断しましょうねって簡単に書いてあります。で、10条1項についてはこう見るんだと言って、ここしか見ないってことね。通常だったら優先検証を伴ってやるんだったら、日本の出願の日をもって出願日と言いますよ。そこは訴求しないから、優先権って大丈夫ね。じゃあなぜここはこんなことを言ってるんだろうかっていう問いはどう書きます。僕見たことがない、これ書いてあるのって。それもほら、さ、ここに書いてある通り、さ、どこだっけ、消しちゃったかな、これ消しちゃったかもしれないさ、10条1項についてって書いてあるね。10条1項について多分出てくるんです、これ。そう書いてない、10条1項だけって書いてあったはずなのよ、この読み方ってね。10条1項、あるよね、どっかね。以下この項において同じってやつね。以下この項において同じで、第一項だけはこうするんだと言ってるんでしょ。これね。これなかった。以下この項において同じで多分出てくるんだけど、省略しちゃったかな。消しちゃったかもしれない。これね。ごめんなさい。多分消しちゃったかもしれない。関係ないと思って。以下この項において同じって規定があるのね。あと条文で見てね。十条一項についてはこう見るんだって書いてあるんだけど、なぜここだけこうやって見てるのかなっていうところです。なぜこれ見てるの？ちなみに。あまりこれを書いてる本が見たことがない。で、これ自分で考えるっていうところで、もし口述で聞かれたらどうする？考えるんだよ、自分で。自分なりの見解を作って言うってことになるので、そこ僕だったら誘導しないよ、言えって言います。言うまで待ってると思う。で、10分経つまで待ってて終わりと言うと、こういうやつは死刑にしてはいけないっていうことに多分なるねと思うんですけど、まあ、そんなこと絶対しないけど、まあ、聞いてあげるけどね。でもなぜこういうことになってるのかなってことです。ここだけ通常こう言わないじゃないですか、出願の日って絶対ね。これとかほら、
外相のところだって言うじゃない、優先日から1年4月って優先日から1年4月って言うじゃない。なんでそういうか、そういうふうに数えてくるのかなっていうところです。どうして、どうして、どうしてってやつです。どうしてってやつです。内外人間の不均衡の是正ですね。で見たら内外人間の不均衡の是正、だって優先継承やってるやつってさ、外人でしょ。外人ってもっと前から世界やってんだね、大国って。で結果的にそうなれば、これ10年以上出せちゃうってことになるのね。自国から考えちゃうと11年出せるってことになるのでってことよ、ね、でこれ10年と一国から10年としましょうってことを言ってるんでしょ。多分そうだと思うのよ、間違いなく。おそらく間違ってないと思う。で間違っていたらごめんなさい。多分書いてる本見たことがないけど、そうだと思うの。会社もそうでしょう。会社もそうだよね、出すときって、ね、優先検証と思って外相やってるんだから、その人は外人に決まってるってことよ。で一国にも世界やってるんだから、あなたはもうそんな日本から1年4月だったら長すぎちゃうんですよ、ね、だから一国から1年4月ってしてるんでしょ、間違いなく。これも似てるってことですよ。築城解説に書いてもらいたいね。これ多分載ってないと思うんだな。なぜそう換算するんですかというと、多分内外人間の不均衡の是正ってことかなと思うんですけど、個人的にはね、あまり見たことがないんです。多分そうだと思うんですね、ここで。まあ、その日からね、その日以降、その日から10年間関連証と出せるんですよって書いてあるわけ。10年間関連証を出せるんだよねって書いてあるわけ、ね。まあ、そうなってしまうならば、当然9条1項とか2項ってくるけど、これは関係ないってことになるね。9条1項とか2項は関係ありませんということにこれなりますよね、うん。ただし当該関連証の異常権の設定登録の際に、異常権消えちゃったと、44条4項の規定によって消えちゃった、不料金不能だね。あるいは無効侵略によって消えてしまった、または放棄によって消えてしまった、まあ、この場合については関連証は10年間出せると言ってもこれ登録することはできませんと言っていますよね、うん。でここパッと見ると、消えちゃう理由ってさ、この他にいくつかあったよねってのあるわけ。本証券消えちゃう場合って、ね、で他の理由ってあるじゃないですか。他の理由ってこれ何、ここだけ見るとパッて見ちゃうと何、相続人不存在とか他にある、存続期間満了。でも存続期間満了って言ったらさ、10年間以上経っちゃってんじゃないもん、当然25年だもんね、菅の日からね。まあそれは多分できないだろうってことでないんだろうなって思うけどね。で相続人不存在の場合についてはなぜ書いてないのかなってことです。これどうして、そうね、相続人って同じ方だからね、結果としていないってことになるから、本も官もいなくなっちゃうので、まあ、これは関係ないってことだね、うん。でちなみにこの場合、なぜこういうふうに消えてしまった場合については関連証って登録受けてはいけないんでしょうかってことです。これどうしていけないの、一旦パブリックドメインになったものに独占権を与えることは妥当ではないからだってことだね。ただもう公地になっちゃってるもんね、これはやってはいけないっていうことになってるからいけませんということですよね、まあ、これはいいと思うんですよね、そこね。そして次、10条2項って規定があるよね。10条2項ね、これ新規制のところの除外っていう規定がありますよね。新規制の除外、3条1項1項または2項に該当するに至った事項の意象のうち、事項の意象をね、事項の意象って一体何ですかっていうところで多分いろんなことを聞いてきそうな気がしますけどね、前項の規定に、規定により意象登録を受けようとする意象の本意象と同一または類似なものは、当該意象登録を受けようとする意象についての同条第1項及び第2項の規定の適用については該当したかったものとみなすんだって書いてあるわけね。新規制創始の例外ってこれ使わないんだって書いてあるわけですよ、まあ、使ってもいいですよ、使ってもいいんだけど、使わなくっても救済しますって書いてあるわけ。なぜこれ救済してくれるのかね、ちなみに。そもそも公地になることは明らかだからってことね、これ当然だと。で新規制創始の例外は僕は言っても例外といつも言ってる、例外ではない、これ当たり前なのね。当然こうなるって分かってるわけですよ。10年間経ってしまったら絶対もう設定登録になって交付掲載されちゃってるよ。でさらにこの場合って新規制創始の例外使えないね、交付掲載だってことになるからね、その場合って、まあ、それでも救済するんだぞってことになりますので、この規定があるってことになってるんでしょ、ここね、ただしあくまで
コーチになった、あくまで、コーチになったその衣装と同一類似関係に限ってマスクって言ってるので、もし非類似だって話になると作ってくれないからこの場合って危ないんですね。やるんだったら真相論適応をやっといた方が無難だってことはよく言われますよね。まあ、論文でも書くかどうかは知らないけどね、ここね。あと十条三項はこれいいでしょうね。そして十条四項って規定なんだけども、これはなぜ入ってるんでしたっけ？ここどんなこれ場面なの？関連証のみ類推理証って言われてくるのは、昔は絶対これ認めなかったんだね。認めない。これなぜ認めないかというと、ずっとなっちゃうからね。伸びちゃうっていうか、まあ、伸びちゃうとこうね、まあ、趣旨から言ったらおかしいね。同時期に創作されたバリエーションではないってことになりますんで、拡張になるんだね。まあ、これいけないってことになっていたの。でも今これ認めたんだよね。ただし本書がない関連証ってこれ絶対にないんだよね。だから関連証本書とみなしてずっとつながっていくんだってことになってるんでしょう。これもいいと思うんですよ。わかると思うのね、そこは。で、じゃあこの、似たようなものとして十条七項って一体何ですかっていうのがあるわけです。この規定、これ何、どんなことを言ってるんですかね。十条七項ですね、ここ。グループ内では球状関係を見ない。これなぜこれ見てはいけないの、ちなみに。それもここにさ書いてあるのって、それぞれ該当する場合って書いてあるよ。それぞれと言ってるよ。どういうことこれ。そうね。で今さ、これを出願したいんだって。 A2 って丸2で、どれ本証したらいいの？こういう関係になってる、これ。1、2、これ全部こういう関係。類似。A2 ってどれ本証としたらいいの？これ。本証って関連証、その関連証の関係1個しかないからね。言っとくけど、1個しかないよ、関連証って。ね。どれこれ本証したらいいの？これ。A2 ってやるんだったら。A2。A でも H でもいいんだね。じゃあ A を本証としたら H ってこれ何？関係ない。関係なかったらこれ、球状1個で組んじゃないの？来ない。それがこの規定だね。それぞれ作ってあげるんだってこと。じゃこれ、A1 をもし本証としたらどうなんの？ A は？これ何？ A って。まあ、基礎衣装だけど、A2 度から見るならば本証ではないってことね。本ではない。だったら、それでこれ A を因例として9条来ちゃうね。来ちゃう。でも関係ないんだってこと言ってるわけでしょ。連鎖を認めると言ってるんで、だからそれぞれと言ってるんだね。どこは。それぞれと言ってる。ということになる。この高知版が10条発行だっていうことになるわけでしょ。10条発行だということになっていて、これまず理解しなかったら話にならないから、関連って。間違いなく。これまず理解する。で、制度はどうなってるんですかっていうところを含めて、なんだろう。できたら昔からの連関って分かっていた方が本当は理解しやすいんだよ。何その類似書からずっと分かっていた方が分かりやすいのね、説明する時って。でもしかしたら問題があってでも何か解けるんですよ。あ、そうかなーって解けるのね。解けるの。だから無駄なこと言ってるようだけど、無駄じゃないんだな、そこって。昔の知識って結構出てくるの。そこから解いてどうするんですかって考えたりするの。で、自分がやってるもん、分かんないときって、絶対にやってるということだと思うんですけども、この辺が関連証ってことになるよね。関連証ってことになって、これ大丈夫でしょ？やったよね。やったよねって、分かんないと、えっって思っちゃうけど、やったよねっていうところでスルーしちゃうよ。これ大丈夫よね、ここでね。そして、じゃあ、ちょっと担当チックなところをやりましょうか。変更ですね。13条ってことになるんだけども、これやって今日やめましょう。さて、ちょっとまず見ないで、衣装法の変更ってどういうところから変えてくるものを言うんだっけ？
特許から衣装に変更、実用試案から衣装に変更という場合が衣装の変更ということになりますよね。じゃあそれぞれですね、ここなんですけども、さて、じゃあ特許から実用試案に変更ってどういう場合についてはできるんでしょうかということになります。特許から実用試案に変更ね、あと衣装に変更ですね、これ衣装に変更、どういう場合についてどうなっちゃったらできなくなるんでしょうかっていうのは正しいね、できなくなるんでしょうかってことになります。でまずここに上がってるよね、通常だったら特許者が長に継続してるんだったらずっと衣装に変更してもいいってまず書いたんですよ。でただしってことね、ただしそれ特許者がについて亀裂をすべき目の最初の査定等の相当があった時から3月を経過しちゃったと。最初の査定、これ問題点ってあるよね。で最初の査定と言ってるんだから他に来る査定ってあるんだかなってことですよ。ある、2回目、差し戻し審決の後の亀裂査定だね。この場合についてはもうやってはいけないって言ってるんでしょ、まあ、ダメと。じゃなぜ差し戻し審決の場合の亀裂査定になってしまった場合については変更してはいけないのかなってことです。その前に変更の機会があったってことね。でこの、この亀裂査定等の送達があった日から3月間は、これ3月間と言ってるんだから何かの期間と一緒でしょ、これ審判請求期間ね、審判請求を行って特許をキープをするのか、はたまたこれちょっとまずいから変更しようかって選べるんだよね、この期間中ね。これ選ばなかったらしいんだこの人ね。で審判請求を行ってで争ったら審判官合否体が差し戻すと言ったんですよ。で戻ってしまって再度亀裂査定になってしまったという場面なんでしょ。もう一回チャンス与えてるんだからこれ認めるべきではないと言ってるんだよね、やってはいけないと言ってるわけですね、ここね。でそして出てくるのこれ3月間ってあるんだけども、ちょっとじゃあってことね、じゃあこの最初の亀裂査定等の送達の日から3月未満の間、1月の間に審判請求したんだって特許出願人が、でこの後変更しても足りますかってことです。足ります、僕聞いてる代は何か分かりますかね、聞いてる代って。じゃあできんだよ、結論としては多分担当でいいって言ってると思う。聞いてる代、僕聞いてるの代は一体何でしょうかってことです。代です、そうそうそう、だってこれって選ぶ期間じゃなかったっけ、この3月間って。で僕選んだの審判請求するって、だったらもうチャンスは終わりさってことにならない、変更の期間って選べるんでしょ。選んだの僕ね、いや審判請求して特許でキープをしますってやったのね。で下の目を書かないうちに変更しますってやっちゃっていいのかなってことで、やっていいんでしょこれ。で理屈はどうしてやってもいいの、条文にそう書いてあるから正しい、それはね。でもどうしてそう書いてあるのってこと聞いてるの、担当なしはさ、そこまで考えて足切んだよ最後で終わりってやつ、そこでいやそう書いてあるさ、なるほどってなるんだけどもね。じゃあなぜそれ認めてくるんですかってこと考えるの、本当これ選べる期間だったんでしょ、選んだの僕審判請求選んだと。そうなったらもうチャンスって変更チャンスはないんじゃないってこと聞いてるのね。普通ないよね、一回やったら終わりさっていうことにならない、普通後になって、いやまだ期間があるから大丈夫ですってこれ言わないでしょ、ね、だってほら本試験でさ2時間でさ書面出してさ、あまだ1時間あるからもう一回ちょっと書き直してくださいって、これダメでしょ、もうチャンスは1時間あったからもう一回なんとかできますかって、これダメよ出しちゃったらね、もう 100% ね、もう終わりだって言われちゃいますよ。それなんでこれ救ってくれるのかなってことです。なぜでやってしまった場合の審判一体どうなっちゃうのってことです。その後の審判変更できるんでしょ、審判どうなるの、そしてなぜこれやってもいいのって僕聞いてるの、どうしていいの、どうしていいの、ね、これ適当に考えてこんなのね。これさそもそもさ審判請求したんだけどこれちょっとまずいかなと思ったでしょ、あとね、じゃあ変更してもかなったんでしょ。で争ったと言ってるんだけどさ、変更するならば質問パッと取り下げになるからそこで審判終わるよ、もうでそしたらどっとりやれってことじゃないの、もう分かります、審判請求したんだよ、で審判請求していけるかなと思っていたら、いやまずいかなって思ったんですよ途中で、
で、まだ期間があると、じゃあ変更しようと、変更することによって当該特許期間って取り下げってなるよね。もう争いないんだよ、審判では。でそこでやめて立ったと、まあ、変更を行って権利がしようかなって言って、どこはいけないの、いけたくなくないんですか。別にもうやる意思もないんですよ。審判席開けたんだけど意味がもうないと思ってるの。どうせやったって負けちゃうんだからと、じゃあ逃げちゃおうかなってやつよ。にすること形変えちゃって、どこが僕のところがいけないんですか。悪くないと思うんですよね別にね。だってそのさ、やり気もない審判ずっとやってる方が さらに悪くない。どう見たってもうやる気がないんだもん。どうせ負けちゃうんだからやる気がないって言ってるんですよ。じゃあ他のことやろうかなって言ってるのね。変更しようって言ってるんですよ。悪くないでしょ。で審判そこで終わるんだもん。どっちにしろ継続だったらまずいよ。終わっちゃうんだもん。取り下げてるんだもん。対象なかったら審判終了でしょ。何しろ審決却下ですよ。終わるということになるんで、問題がないんじゃないってことを多分聞いたんじゃないの、担当なしとしては。おそらくこの多分ここのところってさ、2つ遊びがあるよね。最初っていうところで、なぜこれ最初なかったらいけないかっていうところと、この三月っていうところ、この時にいや一貫審判請求しちゃった1月間で2月間残ってるぞ、変更はできる。でなぜこれできるのかなって考えるのよ。それ一応大ってことになっていて、試験員の先生ちゃんと聞いてるじゃない。それあなた方ってどう考えてるんですかっていう答えじゃないのかなと思うんですよ。頭の体操っていうことだと思うんですよね。で実用試験はさ、長に継続ずっとできますよね。当然短いしね、まあ大体 3,4 ヶ月で終わりってことになるもんね。終わっちゃうということになる。じゃあどうしようね、この場合って。どうしてももうダメかこれ、実用試験から衣装に変更したいっていう場面だね。じゃあどうする、これすぐ登録になるじゃない。どうしたらいい、この場合って。どうしても衣装取りたいんだって。そう、登録になった実用試験権を放棄して特許試験に変えてしまって衣装に変更すると、これは許されてるんでしょ、できると。でも逆はダメだったね。変えてしまった衣装をさらに実用試験に行った話になると、これはやってはいけないっていう問題がよく出てくるよね。うん、そうすればいいってことになってる。そこはね、そうすればいいということになっているとかいうのがあったはずなのですよ、これ全てね。であとは多分できるかと思うんだよね。2番3番ってあって、あと特許出願人は仮説についている場合は承諾なかったらやってはいけないって書いてあるよね。変更をやってはいけない、変更は有効ではないってことになると思うんだよね、この場合。うん、でこれちょっと聞くけど、仮説はなぜ承諾なかったらいけないんでしたっけ。うん、当該特許出願が取り下げになってしまって専業自主権者になるっていう実益がなくなっちゃうんだね。独占権を持つ可能性が彼ってあるんだもん。それはなくなっちゃうってことになる。じゃあ仮通常自主権の場合どうでしたっけ。昔はこうで今こうなったってあるんでしょ。仮長の場合、特許出願に仮通がついている、承諾ないと変更できなかったかなってことです。昔は登録を持っている通常自主権者に対しては承諾ないといけないと言っていたね。それは長がちゃんと分かるからってことでしょ。今当然対抗になってしまって登録制度がなくなってしまった、まあ、そうなると長認知ができないもんだから、承諾なくてもよろしいってことになった。じゃあ通常自主権者は不利益って全くないんですかってことだけど、これ解消措置があるんでしょ。なんだっけ。うん、そうね、後のっていうか、まあ変更にかかる出願で仮通が記録されたものを見なす。だから実用試験とか衣装って仮通っていう制度があるんだよ。仮通ないでしょ、それは仮通という制度なんだよ。そんなことになってるからということになったりするのが、まあ、この辺というところになりますよね。そんなところが頭の体操でしたね。でまだちょっと終わってないから次回やりましょうね、ここはね、まあ、空いてればねってことだけどやりましょう。で衣装をまずやってから、もう一回り、2回くらいやって次商標ってことになるので、まあ、商標終わったら次は条約ですね。条約というところで、条約は結構ね、パリとかそんなに難しいか、慣れちゃってるからね、もう難しいと思わないけど、まあ、難しいかなって思いますね。パリ特に最初の方ですね。内国民待遇とか、なんか根本的な理念じゃないですか。あれって結構難しいよねと思います。まあ、PCT はさ、暗記だから、ある程度、流れというところになるので、まあ、その辺でしょうかねと思います。と、ね、いうことなんで、よく復習しておいてねというところです。で次回、じゃあ続きですかね。部屋が取れれば。
ってことね、やっていきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。